タイミングというかさ、そもそも高いところは苦手だから。映画館行こう。だって恋の病でマジで俺、殺される。サイコサスペンス。怖かったね。不眠ギリアーって。ムーン、ムーン。あ、もしかして。またかよー、今度一体何しに来たんだ。ムーン、僕たち甲子園に行った時のアルバム見るんだな。なんだよ、俺が甲子園に行ってないからって自慢しに来たのか。これが平山くんで。おい、誰も話を聞くとは言ってないぞ。ムーン、こっちが陽子先生。わかったわかった、一緒にアルバム見よう。あ、見るぞ。はぁ、おい、この人、ぼんだくんに言ってるな。それで、これがガイドさんなんだな。無視すんのか。これ多分、ワンに繋がった。最悪。心の病気がもう。おい、ゆかい。あれ、畑山さんじゃないですか。今どうしてるんです？ああ、ペットの販売やってるんだよ。へえ、そうなんですか。なんか可愛いのいます？寮で買える程度の。今取り扱ってるのは高いものばかりだからな。オランウータンとかライオンとかインドゾウの子供とか。はぁ？ライオンにゾウですって？あ、今のは秘密だぞ。じゃあな。ライオンがペット。なんかやばい商売やってんじゃん。リフトなんか落としそうで怖い。わかる。ちょっと待ってくれ。俺、ここ、やばくないか、ちょっと。今、俺の状態。なんとかしたいぞ、これ。ちょっと。でもシーズン始まるまで直しとかないとこれきついぞ、マジで。おっしゃ、まず何かだった？不眠症、はい。で、あと弱気と、心の病、恋の病か。お、バレんないんで。まさか？あ、おー、ゆみこちゃん。ありがとう。わざわざくれるの嬉しい。弱気直れよ、せめてよ。ちょっと、やばいやばいやばい。おっしゃ。恋の病が治った。あとは弱気だ。弱気はどうしよう。直すか。もう直そう。まとめて直そう、早く。オーケー、よし！もう大丈夫。ああ。キャンプが全部もう治療で終わっちゃったよ。これダメだよ、俺。本当に。キャンプ前に直せよって話だよな、こんなの。もう、しょうがない。恋の病だったんだから。おーい！もしかして、おい、また三兄弟！なんでやんす？なあ！起こしてしまったでやんすか？なんだ、ボンダ君か。どうしたんだ、こんな夜中に勝手に人の部屋に。オイラのビデオが壊れてしまったでやんす。悪いけどアニメを撮らせてほしいでやんす。まあ、別にいいけど。でも今度からは、なんでやんす？どうして窓から入ってくんでやんす？僕たちビデオが見たいんだな。え？ああ、ダメでやんす。オイラがアニメを撮るでやんす。時代劇を見るんだな。はあ？子連れに狼？こんな面白くないでやんす。絶対アニメでやんす。そもそもそれ見たけりゃ別の時間に見るでやんす。あ、こら、勝手にビデオをセットするんじゃないでやんす。見るんだな。はあ、あと5分で始まるでやんす。どうでもいいけど、こう俺の部屋、うるさいでやんす。はい。ああくそが野々村監督、一軍監督就任おめでとうございます。何が見えないもんか、このバカ者が。いいか、私が監督になったのは年俸の高い前の人がクビになったからだ。私の能力なんてこれっぽっちも評価されてないんだ。でも一軍でやんすよ。年俸もいいし、テレビにだって映る可能性があるでやんす。そんなもののためだけに俺は野球やっていたつもりはない。しかも、モグラそのものが今年で亡くなると世間じゃ言われてるんだ。監督、優勝しましょう。何を言い出すんだね。俺たちは人生を野球だけに捧げてきたんです。こんな状況に流されてただけのゴールでいいわけがない。確かに優勝すればモグラさんは解散することもないだろうな。むっちゃでやんす。俺たち二軍に毛が生えた程度の実力でやんすよ。私頑張ります。ここでやらなければ私一生負け犬です。
うん、なんだか私もなんだか燃えてきたぞ。どうせこんな球団じゃ先が見えてるんだ。今年だけを考えて全て使い尽くすつもりで戦うぞ。やりましょう、監督。弱気な俺、治った。よし、結果オーライではない。結果なんかマイナス気がする、すごく。くそ、ダッシュしよう。あ、俺パワー上げんだっけ、忘れてたよ。ドタバタすぎて俺忘れてたわ、自分のやること。やばい、開幕しちゃうよ。パワー上げとかないと、 B ぐらいには持ってってちょっと上位打線には食い込まないと。どうしたんだボンダ君、元気がないぞ。また騙されたのかい。その通りでやんす。今度はパワフルブレス G の代わりにラブダイナミックスが来たでやんす。そうか、残念だったな。だからまた効果がないでやんす。だからこれも向井君にあげるでやんす。パワフルブレス G を頼むでやんす。今度こそパワフルブレス G を手に入れるでやんす。ラブデラックス、何それ。なんか恋愛がうまくいきやすくなるとかってやつ、もしかして。ラブデラックス、女の子の好感度が上がりやすくなる。もうちょっと早くくれない、それだったら。今じゃなくてさ、俺もう野球に集中したいんだけど。俺もうここまで来たら、あー結構ダフ度も下がったな、こうやって見ると。きつい。おーい、向かい。あれ、古澤さん、影をついたと来ましたけど。あー、やってるよ。で、けど、やっぱり野球がやりたいよ。実は、今年のプロテストを受けようと思ってるんだ。え、モグラーズのですか。いや、13球団全部だ。プロで野球ができるならどこでもいいんだよ。じゃあな、向かい。またグラウンドで会おうぜ。俺は野球ができるだけでも幸せなんだろうな。だが、俺はさらに高みを目指すぞ。もうやる気が全部上がっちゃってるもんだから、もう。じゃ、得られるものがない。3% だったら怪我せんだろ。よし。神様ポイントだいぶ上がってきたんじゃない？どう？そろそろ待つ出る。シーズン開幕だ！ゆきえさん！ありがとうございます。ダメだ、待つが来ねえ。あとちょっとなんだよな、上がるまで。そう、回復すっか。ちょっと後に備えてね。よし、試合だ、行こう。なんか特殊能力上がるもんあるかも、一応確認しておこう。チャンスに強いとか持っとくと便利かもしんねえな。まあいいや、行こう。とりあえず試合だ。いよいよ開幕戦だ。なんとかして勝って弾みをつけたいでやんす。そうだな。よし、頑張るぞ。9回表、5対4、モグラズ1点リード。わしは野球仙人じゃ。これまではバッティングだけをやっておればよかったが、これからすべてが自分で操作するんじゃ。そうなのか。ゼ、オールマニュアルか。カーグを決めていかねえとな。行こう。でこれ3人押されたら勝ちなんじゃない？でも待って、ちょっと自信ねえな。俺、パワポケ1のリメイクの方で、俺やっちゃってるからさ。ちょっと怖いんだよ。対するCサイズの先発は左のカラト、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。実況付きか。コレアとフィックス、強そう。9回表の守備。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭は。ボンダ君、変われよ。ダメだ、選べねえ。くそ。投げました。決まったストライク。タイミング合いません。投げました。低めのボール引っ掛けた。ファーストバディは読まねえ。はい。オッケー、ワンアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番コレア。高速進行。怖い怖い、一発でも入ったら終わる。うっ。はい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 。よし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 。いや、ヒックスも怖い。おい、フォーク。あ、やばい。1球外す。オッケー。いやー、ダメだ。無理か、くそ。あー、やばい。で、俺サードやってる、今気づいて。ダメだよ。あ、ピッチャー勝った。ここまで一人で投げてたんだ。まあそうだよな。いやー、いやでもシナのいいぞ結構。
打ちました、切れていきます、ファール、スライダーで投げました、オッケー、キャッチャーキャッチャー、木村余裕があります、オッケー、勝った、危な、1点差で逃げ切りました危ねえ、勝利投手はボンダ君か、危ないわ、自分の打席だけやりてえな、すげえなんかダメなんだろうけど、やったー、開幕戦に勝ったぞー、これで勢いに乗れるでやんす。勝って勝って勝ちまくるぞ。モグラスが開幕戦で勝つなんて何年ぶりだろう。万歳万歳、だが今年は騙されないぞ。今年はあまり期待しないで応援しよう。は？開幕戦で勝ったということは首位じゃねえか。万歳万歳テンション上がっちゃうよな、わかるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。